平野のアンバサダー8ブランドから母の日の贈り物を選ぶ。可能性無限大のギフト選びに注目。祖母へのプレゼントにも注目集まる。母の日。それは世界中で母親への感謝と愛を伝える特別な日。家族の絆を再確認し、日頃の苦労をねぎらう、一年の中でも大切なイベントの一つです。しかし、 毎年訪れるこの日に何を贈ればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。そんな中、人気アイドルグループキングプリンスの元メンバー、平野翔さんの母の日の贈り物に注目が集まっています。彼の溢れんばかりの家族愛と彼がアンバサダーを務めるブランドの多様さから、SNS では様々な憶測が飛び交い、話題沸騰中です。平野翔さんは、 かねてより母親と祖母への深い愛情を公言しています。彼の母親は、彼の芸能活動を支え、夢を応援してくれる大きな存在。そして、祖母は第二の母親のような存在であり、彼の幼少期から愛情を注ぎ続けてきました。そんな大切な人々への贈り物ですから、きっと特別なものを選ぶことでしょう。彼が持つ選択肢の多さは、 まさに彼の魅力を反映しています。高級ブランドから日用品まで、その幅広さは彼の活躍の広さを物語っています。まず思い浮かぶのは、世界的な高級ブランドであるルイ・ヴィトン。美しい洋服やバッグ、アクセサリーなど、その選択肢はまさに無限大。お母様やおばあ様に、特別な日にふさわしい贅沢な時間をプレゼントしてみてはいかがでしょうか ルイ・ヴィトンのアイテムは、どれも洗練されたデザインと高い品質が特徴であり、身につけるだけで気分が高揚すること間違いなしです。きっと愛する息子からの贈り物に満面の笑みが溢れることでしょう。次に考えられるのは、YSL のリップスティック。女性にとって、リップスティックは特別なアイテムです。人塗りで顔色を明るくし、 表情を華やかに彩ってくれる魔法のような存在。YSL のリップスティックは、その発色の良さや質感で多くの女性を魅了しています。平野さんがアンバサダーを務めるリップスティックは、きっとお母様やおばあ様の美しさを引き立て、笑顔を輝かせてくれるでしょう。一方、実用性を重視するなら、ボシュロムの目薬という選択肢もあります。 年齢を重ねると、どうしても目が疲れやすくなります。パソコンやスマートフォンを使う時間が増えている現代社会において、目の疲れは多くの人が抱える悩みの一つです。そんなお母様やおばあ様への思いやりとして、ボシュロムの目薬を送るのはいかがでしょうか。毎日の疲れを癒し、快適な視界を提供することで、平野さんの優しさも伝わるはずです。 また、夏が近づくと気になるのが蚊の存在。平野さんがアンバサダーを務める無比は、そんな夏の悩みを解決してくれます。外出時に蚊に刺されてしまうと、かゆみや腫れが気になって、せっかくの楽しい時間も台無しになってしまいます。お母様やおばあ様が外出時に快適に過ごせるよう、小さな気遣いをプレゼントしてみてはいかがでしょうか。さらに、 毎日の生活に彩りを添えるものとして、ウォンジュンギョヘアのシャンプーやコンディショナーもおすすめです。韓国のヘアケアブランドであるウォンジュンギョヘアは、その心地よい香りと潤い効果で人気を集めています。髪は女性の命とも言われるほど大切なもの。毎日のヘアケアが特別な時間になるよう、平野さんがアンバサダーを務めるシャンプーやコンディショナーを送るのも素敵ですね。 このように、平野翔さんが持つ選択肢の多さは、彼自身の魅力と活躍の広さを反映しています。しかし、最も大切なのは、そこに込められた気持ちです。贈り物の金額やブランドよりも、お母様やおばあ様が喜んでくれる顔を想像しながら、心を込めて贈り物を選びましょう。平野さんのように、家族への愛情を大切にしているからこそ、 彼は多くの人々から愛され、支持されているのでしょう。母の日という特別な日に、私たちは改めて家族の絆や母親への感謝の気持ちを感じることができます。平野翔さんのように、日頃から家族を大切に思い、感謝の気持ちを伝えることが、幸せな人生を送る秘訣なのかもしれません。皆さんも母の日に、感謝と愛情を伝えてみてください。 そして、平野さんの今後の活躍にも、ますます期待が高まります。平野翔さんの魅力は、その明るく元気なキャラクターと、真面目で努力家な一面にあります。彼はアイドルとしてだけでなく、俳優としても活躍しており、その演技力にも定評があります。どんな仕事にも全力で取り組み、常にファンを大切にする姿勢は、多くの人々から支持されています。 彼がアンバサダーを務めるブランドの多様さも彼の魅力の一つです。高級ブランドから日用品まで幅広いジャンルを網羅していることから彼の影響力の大きさが伺えます。一方で、平野さんは自身の SNS などで家族とのエピソードをたびたび披露しています。母親や祖母との仲睦まじい様子からは彼の家族愛の深さが伝わってきます。 彼が母親や祖母を大切に思う気持ちは、きっと母の日の贈り物にも現れていることでしょう。彼がどんな贈り物を選ぶのか、想像するだけでワクワクしてしまいます。平野さんのように、家族を大切に思う気持ちは、誰しもが持っているものです。しかし、日々の生活に追われていると、つい感謝の気持ちを伝えることを忘れてしまいがちです。 母の日という特別な日は、改めて家族の絆や母親への感謝の気持ちを感じることができる良い機会です。平野さんのように、日頃から家族を大切に思い、感謝の気持ちを伝えることが、幸せな人生を送る秘訣なのかもしれません。母の日の贈り物は、必ずしも高価なものである必要はありません。お母様やおばあ様が喜んでくれるものを、 心を込めて選ぶことが大切です。手作りのプレゼントや一緒に過ごす時間など形のない贈り物も喜ばれることでしょう。また、平野さんのようにお母様やおばあ様の趣味や好みをリサーチしてみるのも良いかもしれません。普段はなかなか聞けないことでも母の日の機会に聞いてみると意外な発見があるかもしれません。 お母様やおばあ様の好きな色や香り、最近興味を持っていることなどを知っておくと、贈り物選びのヒントになります。さらに、平野さんのように、家族とのコミュニケーションを大切にすることも重要です。日頃から連絡を取り合ったり、一緒に過ごす時間を作ったりすることで、家族の絆はより深まります。母の日に限らず、普段から感謝の気持ちを伝えることで、 お母様やおばあ様もきっと喜んでくれることでしょう。平野翔さんの母の日の贈り物から私たちは多くのことを学ぶことができます。それは贈り物の金額やブランドよりもそこに込められた気持ちが大切であるということ。そして家族を大切に思う気持ちは幸せな人生を送る秘訣であるということです。皆さんも母の日に 感謝と愛情を伝えてみてください。そして、平野さんの今後の活躍にも、ますます期待が高まります。